錦鯉の長谷川雅紀です。はい、占い師大石です。お願いします。今日賑やかしいね。はい、ね、いい感じで、ね、いい感じでね、うん、さあ本日はですね、はい、旬な人占い、はい、今日の旬は、はい、この方でございます。ババン、はい、中山美穂さん、ミポリンでございますね。懐かしいね、その人気、はい、ね、ミポリン、ミポリン様。なんか最近、はい、ね、FNS 歌謡祭でしたっけ、うん、に、まあ久しぶりに、はい、もうなんか18年ぶりに、出て、歌声披露と、生歌を、生歌を歌ったと、うん、歌というね、で、なんか、うん、最高視聴率、なんかね、中山美穂の時、うん、はい、すごいですよね。まあでも評価されてるのは変わらない美しさと、うん、歌に関しては特にね、うん、コメントは、はい、差し控えておいてですね、まあ綺麗だなと、相変わらず劣化してないなという評価、ね、評判が非常にあったというお話ですので、はい、なるほど、うん、どうなんですかね、まあいろいろまあねあったじゃないですか、そう、離婚問題とかありましたけれども、ありました。どうなんでしょうかね、今後としてはまたそのね、うん、テレビ露出が多くなるのかどうかと、はい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 、そうですね、もう、うん、逆に今の若い人って、うん、彼女が歌を歌うってことは知らないんじゃないかって気もするんですけど、そうですね、ドラマとかね、CM では見るかもしれない、なんか女優さんという、ね、そういうイメージかなと、はい、で今回も、まあ、このまま歌で復帰というよりは、なんとなくこう女優業の方のアピールみたいなイメージでね、うんうん、やったのかしらって、まあ、勝手に思ったんですけどもね、僕なんかね、やっぱ世代ですから、もう歌手というかデビューしたての頃から、まあ、うん、よく見てましたからね。ね、長谷川さんの口からニポリンだもんね。そうですよね。まあまあいいですけど、はい、うん、でまあまた例によってちょっとね占ってみてですね、今後のその彼女の運気ってやつをこうちょっと考えてみたんですけれども、はい、やっぱりですね、うん、今いる10年の流れっていうのがちょうど10年に入って7年目ぐらいのところにいるんですよ、はい、ですからあと3年ぐらいはですね、うん、そんなに劇的に大きくなんか変わるって感じはないと思うのね。うーん、だからなんか世間ではこれを機会にまたどんどんその露出とか、はい、あとそれこそ歌で活動するとか、うん、まあ、いろんなこう憶測がなされてるようですけれども、はい、まあ、女優さんとしてはもうやってらっしゃるみたいだから、うん、なんかそっちの割と現状延長的にいくということで、はい、特にこの今回のね、うん、出演が何か大きなきっかけになって大きく動くっていうのはないような気がしますね。なるほど、うん、そうなんですよね。で、まあ、まあご本人がどっちが好きなのかよくわかんないんですけどもね、はい、うん、なんか僕は女優業に専念なさった方がよろしいんじゃないかなというふうに、うん、まあ、ちょっと星の上からは思っています。なるほど、うん、じゃあそちらの方のね活躍というか、まあ、あとねエッセイとか書いたりとか多彩な方ですよね。はいはい、そうですね、まあ、そういうこのマルチな感じのいわゆるとタレントさんということでね、はい、うん、やっていくのがいいかなというふうに思いますけどもね。なるほど、わ、うん、かりました。今後もね活躍を、はい、期待したいと思います。はい、頑張ってください。で、で、はい、実は、はい、旬な方、はい、もう一人いて、そうなんですよね、うん、そう、長谷川さんが言うべきところ、うん、ね、実はもう一人いるんで明日また別の方を見てもらおうと、はい、また、その方については明日見たいと思います、はい、はい、また明日も見てください。